はい、こんにちは。医学部受験塾メディケイトお茶の水教室長の松本です。はい、前回に引き続きですね、今回も浜松医科大学 K 先生に、お話聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。では K 先生、まずですね、浜松医科大学の、大学生活についてお伺いしていきたいんですけれども、はい、部活、バイト、遊び、勉強、この4つの比率を教えていただけますか。テスト前以外ですとも部活4、バイト4、遊び2、勉強0っていうのが本当にありますね。おい、大丈夫か。そうですね、試験前だとさすがにあの勉強の割合が増えて、はい、部活3、バイト3、勉強3、遊び1ぐらいにはなるんですけど、ね、なるほど。それでも大して増えてないなと思いましたけど、今大丈夫なんですかね、これは。部活はもう本当参加しなきゃいけない、まあ、ガチな感じでやってるので、はい、部活も。まあ、だからこその西大総合優勝何回も出してるっていうのもあると思うんですけども、そんな感じの雰囲気なので。なるほど。浜松医科でいうと、やっぱ部活動かなり有名だと思うんですけども、やっぱり、K 先生も、まあ、部活動やってて、はい、西大総合優勝に貢献していると。貢献できてればいいかなと。今のところ西大は、今年やるか分からないですけど、それでちゃんと単位は取れてるんですか。まあ、テストで点が取れれば単位は来るので、落ちる人はほぼほぼうちの学校にいないので。そうなんですね。進級の難易度としては浜松医科は割とじゃあ優しい方なんですか。優しいと思います。留年をする方っていうのは大体学年でいらっしゃるんですか。 2,3 人いるかいないかですね。じゃあパーセントで言うと何パーセントぐらいですか。 2%、3% ぐらいじゃないですかね。ぐらい。なるほど。じゃあかなり進級は優しめで、それは本試験があって、それでダメで追試験とか追追試とかっていうのがあるってことですか。そうですね。そのものが優しいんですか。いや、本試験そのものは優しいと僕は思わないんですけれども、追試験がちょっと結構優しくして、本試験と同じにしてくれて、問題を一緒にしてくれたりだとか、過去問からすることさせてくれたりだとか、そういう感じで結構優しいですね。なるほど。じゃあ進級は比較的容易で、まあ、過去問とかがあればだったりとか、本質と問題が結構一緒だったりとかっていうので、その前ちょっとがっちり勉強すればなんとか進級できちゃうか。進級できる。まあ、普段はあまりそこまで勉強に力入れてらっしゃらないということなんですけども、さすがにじゃあテスト前はもう皆さん必死こいて、もう徹夜して何でもやるみたいな感じなんですか。そうですね。図書館に泊まるは結構当たり前になってて、はい、大学の図書館24時間やってるんですけども、はい、もう前日前々日ぐらいだともうずっと徹夜で試験を迎える人がすごい多くて、よく図書館のソファーでなんかいろんな人がこう横になってんのを、テスト前なんていうふうに見ますね。やるときはやらないとちゃんと落とされるので。そりゃそうですよね。ちゃんと勉強してくれないとね。メリハリ大事なので、そうとしてもちゃんとテスト前はしっかり勉強しておけないと、学校側もそんな人を試算させるわけにいかないので。なるほど。浜松医科というとやっぱり、国家試験ですね、合格率非常に高い大学と僕は認識してるんですけれども、はい、やっぱそういうやるときはやるみたいなところがやっぱり脈々とというか、まあ、伝統になってるっていうところですね。そんな気がします。やっぱりじゃあ図書館は先ほど24時間やってらっしゃるということだったと思うんですけど、はい、国家試験前とかはもう6年生だらけですか。そうですね、6年生が本当多いはずなんですけれども、はい、低学年の人たち図書館ですごい騒ぐので。あ、なるほど。6年生はちょっと嫌がって、はい、ちょっと別のこう病院の方にある自習室に行ったり、まあ、できるだけ低学年を避けた行動を取っていらっしゃるなっていう、その申し訳なすと、そんな印象がありますね。なるほど。6年生必死こいて勉強してるところね、忍びねえと思っていただきたいですね、皆さんね。そうですね。自習室はちゃんと病院の方にあるっていうんだったらね、なんかもう6年生はそっちみたいな感じで住み分けできててもいいかもしれないですね。はい。なるほど。ちなみに国家試験の合格率非常に高いんですけれども、はい、何かその大学の中でのカリキュラムに特徴があったりとか、そういったものはあるんですか。ない気がしますけどね。ないですね。じゃあもうここは浜松医科生の底力というか、まあ伝統的に国家試験試験合格率高いぞっていうところのプライドみたいなものが結構あるんですか。気づいたらそうなってるっていう、みんな
医者にならなきゃやばいので、まあね、慣れずに何浪もしてる人とかもね、危機感で多分どうにか乗り越えていってるのかなっていうイメージですね。なるほど、分かりました。ちなみに、浜松院の、男女比だったりとか現役浪人比率ってどんな感じになってるんですか？そうですね、僕の入学年度の時ですと男子が7、女子が3ぐらいなんですけども、私はもう本当に半々ですね。5、女子の比率がちょっと上がってきたってことですね。だんだんやっぱりあのちゃんと女子が社会進出にする流れがどんどん出てきたのか、女子差別が良くないっていう風潮が影響したのかわからないですけども、でも国立大学なんで多分差別はしてないと思うんですけども、多分その方々の多分意識が相当上がっていって、まあ今は5-5にちょうどなりましたね。まあ女性もね、昔はね、その理数系科目はやっぱ男の方が得意なんて言われてましたけど、ぶっちゃけ全然そんなことないですよね。理数が苦手っていう意識を女子の方が持っちゃうって僕の印象で、はい、浜松井とかは最初の方先生おっしゃってたと思うんですけど、やっぱり二次試験の、まあ、理系科目ですね、ちょっと難易度が高いっていうところもあって敬遠してたのが、なんか時代が変わってきたのか全然いけるじゃんっていう風になってきたっていう感じもあるかもしれないですね。あるかもしれないですね、なるほど、ありました。ちなみに現役生と浪人生の比率ってどれぐらいになってるんですか？現役生は僕の年度に入学された方は現役が6、浪人が4でしたね。じゃあ現役の方が多いんですね。はい、そうですね。浪人は多い方だとどれぐらい、何個上ぐらいというか何浪ぐらいまでいらっしゃるんですか？僕の学年は2浪までなんですけれども、僕の1つ下に5浪の方がいるし、じゃあ結構その多浪生というか3浪以上の方っていうのはレアなケースになるか、浜松だと。そうですね、なぜかレアですね。再受験生の方とか、まあ、社会人経てる方とかっていうのも中にはいらっしゃるんですか？あ、いらっしゃいます、いらっしゃいます。京都大学出て浜松大学に結婚されてる、された上で兄弟出て就職して、はい、みたいな感じの。なるほど、それビリオジじゃないですよね。本当そうですよね。どの大学にもね、やっぱそういう方っていらっしゃると思うんですけど、じゃあ現役の比率の方が比較的、まあ、浜松で高いっていうことですね。なるほど。あとは、地域枠とか、推薦枠とかっていうふうなのは浜松で医科大学にも存在してるんですか？ありますね、はい。地域枠の方だと基本的には県内の出身の方が多いと思うんですけれども、県外の方とかっていうのも中にいたりするんですか？はい、そうですね、今は一般の試験で地域枠が今何人ぐらいか分からないんですけど、一般受験で地域枠と併願するっていう枠があって、それが多分動画に入った時に15人ぐらいあって、難易度としては一般で合格するより地域枠で合格するのが難しかったっていう背景。はい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 、はい、推薦枠とかっていうのはどんなものがあるんですか？それこそ高校からの学校推薦、評定が A 以上持ってる人で学校が推薦する推薦枠と、あとは地域枠推薦がです、ね、ありますね。僕に落ちた時まだセンター試験だったんですけど、センター試験の得点が全然良くなくて、スコール良くなくて1割切ってて、まあ、7割5分ちょっとぐらいの人でも全然入ってこれるのが推薦のイメージですね。なるほど、はい。他にもあの浜松医は、後期試験も実施してらっしゃるんですけど、はい、後期試験って浜松医って確か学科試験がなかったと思うんですね。ないですね、はい。基本的には共通テストの結果でほとんどと言っていいぐらい合否がもう見えてきちゃうようなところだと思うんですけれども、後期で受けてくる方って前期ではどのあたり受けてる方が多いんですかね？明大学部、明治大学部、医科歯科、横市、京大学部、千葉大学部、まあその辺ですね。なるほど、かなりじゃ上位層を前期で受けてダメだったから、まあ、共通テストも良かったし、はい、面接小論文だけでちょっと浜松院受けちゃうかなみたいなのが、はい、多いですかね。多いですね。なるほど。で、先ほどちょっと名前出た千葉大学部とかも後期試験あると思うんですけど、ね、千葉大だと学科試験があるんで、まだ共通テストミスっちゃったけど逆転二次で狙うぞって方いると思うんですけど、浜松院の方はじゃあいやもう学科試験いいわみたいな子が結構
共通テスト良かったし、学科試験もいいよっていう感じで受けてくる子が多いですかね。そうですね。なるほど。ちなみに浜松医科大学に入ることによるメリットとデメリットって何かありますか？他の大学ですと1科目落とすと全教科やり直しみたいな感じで、やり直しみたいな、はい、そんな感じの大学も結構多々あると聞くので、うちの大学の場合は落とした科目だけやればいいみたいな感じなので、その点は学校から課されるものは結構少ないのかなっていう。なのでちょっと他の自分がやりたいこととか、やりたいアクティビティだったり、部活だったり、サークルだったりみたいな、バイトだったりっていう課外活動に時間を割くことができるのがいいメリットかなと思いますね。なるほど。何か逆にデメリットとかってのはあるんですか？とても大きなデメリットがあるんですけれども、浜松医科大学の周りに大学が一つもないんですね。はい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 、はい。都会の大学とかにいると、こういろんな大学と、まあ、こう合コンなり遊びに行ったりとか、誰かの友達の友達というか紹介を組み替えたりとかっていうのが結構大学生の醍醐味なのかなと思ったりするんですけども、はい、浜松医科大学ドンってあって、その周りにはほぼ何もなく、はい、さっき確認しましたけど、本当なんか高速の出口がちょっと近くにあったなぐらいのイメージですけど、はい、どうなんですか？静岡大学が一応浜松にあるんですけども、はい、それも駅の方なので、ああそうかそうか、波がないっていう感じになり、駅の方に行くと結構大学もちょこちょこあるんですけど、文化芸術大学っていう公立大学がありみたいな感じで結構あるんですけども、それぞれの絡みはほぼなく、あの広げようがなく、全部うちの大学の中で完結してしまうっていうのはとても大きなデメリットなのかなと思います。なるほど、それを痛感してるわけですね、はい、ゲストは。なるほど。そうですよね、浜松医科だと単科になっちゃうんで、医学部の医学科と看護学科があるんでしたっけ？そうですね。なるほど、じゃあもうそこだけで完結しちゃう世界になっちゃうよってことですね、はいはい、そうです。それがちょっと寂しくて彼女ができないってことですね。そういう人が多いと思いますね。はい、では今回ですね、浜松医科大学大学内の生活についてお伺いしてきました。では本日以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。